un lago, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Completion of 50 years since Ramana first set foot on the sacred soil of this historic mountain shrine. From far and near they flocked for darshan of the holy sage, who by the severest austerities and profound contemplation has attained spiritual wisdom and serenity unique in the country. Thousands draw comfort from his mere presence, for he neither preaches nor blames, setting at ease all who come to him by the essential goodness he radiates to all around. A good man in a troubled world. アイアンの外観図について説明いたします。肉体を自分だと思っている我心賢者は、自分の肉体の頭に組み込まれた五感、目とか耳とか鼻ですね、五感を通じて外の世界の対象を近く認識し、それを頭で判断して、そのようなものがあると思っているわけですね。外の世界であっても、私が見ている太陽ですから、これは my sun、my world、我が世界ですね。しかし我が世界というものは、自分の
body 体 sense senses 五感 five senses ですね mind 意心で捉えたものですから、すべてのものにはこの my 私のという形容詞がつくのですね。ですから自分の体、五根、心、それから自分の世界で全ては自分のという観念を通して近く認識されるのですね。この五根と意を合わせて六根と言いますが、六根を用いて捉えた対象ですから、六人、六つの塵、埃みたいなものなんですね。すべての対象は六人に過ぎないのですね。どんなに素敵な男性、女性、高価な宝石であっても人、埃、塵、芥の類なんだと仏教の方では言うわけですね。この自分の体で私たちは行為、行動しますね。 I do。 それから五根で sense 感じる、あるいは perceive 知覚する、そして意でもって、心でもって think 考えますね。その他に dream 夢を見る、 sleep 眠るなどという活動をするわけです。そしてそれらの母体になっているのは、この有意識ダルマ図で見ますと、心の記憶の蔵と言われる第八式で、メモリー、記憶ですね。そして、やはり、前、私の記憶と思っているわけです。しかし、私のというものは本当はないので、これは、ユニバーサル、全宇宙の記憶なんですが、自分を体に限定している我心賢者は、前、私の記憶、私の考え、私の夢、私の睡眠、私の知覚、私の行為と、何でも、my, 私のと勘違いしてしまっているんですね。では、その勘違いをどうやって打破するのかというのは、ここにハートが書いてあって、黒い方は、黒い半分は肉体の心臓を表しています。白い方は、ハート、フリダヤ、霊的なセンターを表しています。それを覚知して、実は全体がただそのように実在しているだけ、全体が大いなる一つのハートであるということを覚知できるわけなんですが、ラマナ・マハルシたちが教えてくださっているように、私たちはこのハートと全体的なハート、セルフ、全体宇宙生命、もちろん神と言っても結構です、とつながっているはずのところにこのテケ印がありますが、アイネス、私という思い、エゴですね。それを持っているがために、セルフ、全体生命に通じるこのアートマナーディーと言われていますが、アートマナーディーへの道が断たれている、このグランティ、仕切り、あるいは結節があって閉じられているんですね。ラマナ・マハルシたちはこのテケ印がありませんので、いつでも全体としての大いなるハート、セルフしか覚知していないわけなんですね。
それでこの結び目、仕切りを打破するためにどのようにしたらいいのかというのが、息を吸ってあー、息を吐いてあーにとどまって No thinking、 考え事を手放す。そうして考え事が蘇ってくる母体の記憶から My、 私のという付属物、執着しているものを取り払って、すべては全体生命あるいは全一生命セルフなのであったというふうに確知して、その時に私という思い、自分意識が破られるわけなんですね。この I-ness、 ego というのは originated、 何かから出てきたという意味なんで、アハンカーラ、私を作る、自分で勝手に私という思いを作るという用語があります。では originated、 何かから出てきたというからにはオリジナルがあるはずですね、元のものが。それがこの I less I、 私という思いがない私。ラマナのマハルシはここのところを I I とか I am と言っておられますね。このオリジナルセルフ、ラマナマハルシが普通にセルフと言っているもの、私と限定しないセルフ、それに行くために私たちはこの無我のハートを覚知するために、自分自身の心身においてそれを覚知できる、外にあるように見えますが、そうではなくて自分自身の内においてそれを見出すことができると、これはどのような政権型でもそう言っておられます。それには考え事が邪魔者である。考え事がなければ私という思いもないわけですから、 I am にとどまって No thinking、 無思考の時間帯をなるべく繰り返し繰り返し、多くできれば長く持つことが大切なんですね。ですからどのような形式の瞑想修行あるいは修行であれ、私という思い、この真ん中に縦の棒が書いてありますね、I ですが、私という思いさえ打破すればいいわけなんですね。歯が我を破るとも言われています。歯が、それにはこの肉体の心臓ではなく霊的なハートを覚知しなければいけないということで、目を外に向けてあれやこれやにとらわれるのではなく、とらわれる自分の執着はどこから出てくるのかと、内へ内へ向かって自分の意識が外の世界や肉体ではなく自分の考え事、そしてその母体である記憶に目を向けて、その記憶の中にある私という観念、それを見つけて解消する、自分意識の発見と解消、そうすれば永遠の至福であるハートフリダヤに安住することができるということなんですね。まあ、このような図解でだいたい自分の間違いの構成図と言ったらおかしいですが、外観図を頭に入れておいて、アイアム実習をして、それが妨げられるなら、どのレベルで自分にとっての妨げがあるのだろうかと鋭敏に気づいていって、それを打破する修行をしていかないといけないということですね。基本的にはこのボディ、私の体とその兼ね合い関係に邪魔されていることが一番多いですから、我心権の打破、私はこの体であるという我心権の打破が、誰にとっても、どのような修行者にとってもテーマ、修行のテーマになるわけなんですね。